FM 新潟では毎週水曜夕方6時3分頃から一般社団法人新潟県建設業協会提供サウンドスプラッシュ新潟を支える森人たちを放送しています。本編は2月24日水曜放送の株式会社山崎組酒井貴文さんのインタビューです。どうぞお楽しみください。新潟を支える森人たち、一般社団法人新潟県建設業協会の提供でお送りします。こんばんは、野口智美です。私たちのライフラインを支える建設業に携わる若手社員を中心に仕事のやりがいや目標などをお聞きしている新潟を支える森人たち、今回はこの方です。株式会社山崎組建築部酒井貴文29歳です。新潟工科大学工学部建築学科を卒業しているという酒井貴文さん、卒業後建設業を目指した理由を伺いました。大学卒業して建築に関わろうとすると、おそらくその設計事務所と、施工管理っていう仕事を、まあ、大まかに言えばその仕事がメインになると思うんですけども、設計事務所に入る人っていうのは本当にごくわずかで、40人いれば1人いるかいないかぐらいだとは思うんですけども、だから建物を作る、自分の手で作るとなればやっぱり施工管理の方に、就職するべきだなと思ったので、施工管理の方に進みました。しかし大学を卒業後、施工管理の仕事がしたいと就職した会社では3年経った時に退職を決意されたそうです。その理由をお聞きしました。資格取るのが億劫だったんで。資格を取るって難しいんですか？難しいと思います。難しいっていうのは勉強が難しいというよりもうまく時間を割くのが難しい、まあ、自分はうまく割けなかったので割けるようになるのが難しいじゃないかなと。一度は建設業を諦めたものの、再び就職活動をしているうちに気がついたことがあったそうです。やっぱり自分の頭の中でいろいろとイメージした中で、やっぱり建設業の内容とか、現場の雰囲気とか、もう頭の中に、入ってて、そういったのがまだまだやっぱり生かした方がいいなっていうふうに思ったので、新しいことをまた学ぶより今ある知識の上に、経験の上に、さらに新しい経験とかを積み重ねていった方が、今後のためになるなっていうのが。転職するってことは今度は本格的に資格を取らなければいけないっていうのがあったと思うんですけど、その覚悟は決まってたんですか？決まってましたね。資格を取ると決めて転職をされた酒井さん、その資格とはどんなものなのでしょうか？一級建築施工管理技師です。一級建築施工管理技師、はい、はい、この資格があるとどんなことができるんですか？現場代理人として名前が出せる、現場を管理できるという資格になります。酒井さんは山崎組に転職をされて3年目、昨年無事に資格を取得されたそうです。資格を取得するまでの苦労を伺いました。正解がはっきりとない分野もあるので、その中で、模索しながら勉強したり、それからやっぱり現場もありますので、夜帰ってきてから、自分で時間を作ってっていうのは結構大変でした。そして現在の仕事のやりがいを伺いました。建物ができた瞬間とか、建物を引き渡した瞬間っていうのはやりがいやっぱありますし、まあ、それは本当細かいことで言えば打ち合わせがうまくいったりとか、予定してた作業が予定通りに終わったりとか、うまく順調にいったとか、職人さんと連携が取れて作業がうまくいったとか、まあ、細かいことから大きいことまでやりがいがあります。また昨年待望の第一子が誕生された酒井さん、
最後に夢をお聞きしました。夢としては子供が将来大きくなって、自分が作った建物を一緒に見れたら、それはすごい素敵なことなんじゃないかなと思います。今日は株式会社山崎組の酒井貴文さんにインタビューをしてきた様子をお伝えしました。リスナーの皆さんからのインタビューの感想をお待ちしています。抽選で毎月5名の方にクオカード1000円分をプレゼントします。番組ホームページのメッセージリクエストボタンからお送りください。またこれまでのインタビューの模様は YouTube FM 新潟公式チャンネルでもご紹介しています。ぜひご覧ください。新潟を支える森人たち、一般社団法人新潟県建設業協会の提供でお送りしました。FM 新潟一般社団法人新潟県建設業協会提供、サウンドスプラッシュ新潟を支える森人たちは2021年3月31日まで毎週水曜夕方6時3分頃から放送しています。どうぞこちらもお聞きください。ありがとうございました。